宝塚記念仕切り直しです。なお2番のメジロブライトは外枠発走になります。そのメジロブライトが収まってゲートイン完了です。スタートしました。13頭これからスタンド前に出てきますが、やはりサイレンス鈴鹿が外からじわーっと内にコースを変えながら先手を伺います。その内からはメジロドーベルも行きますが、まず内を見ながらサイレンス鈴鹿、やはり早い先手を取ります。2番手にはホーエーコスモス、メジロドーベル、3番手4番手がミッドナイトベッド、そのうちにゴーイング鈴鹿つけてエアグルーヴは中段、あと優勢トップラント、 TM 大嵐、その後ろステイゴールド、さらにサンライズフラッグ、後ろから4投目シルクジャスティスがその後ろ、メジロブライト後方から2投目、最後方にローゼンカバリーで13投1コーナーに向かいます。まず先頭はやはりサイレンス鈴鹿、リードが2馬身から3馬身ぐらいで2コーナーに入りました。1400を切っています。あと2番手にはメジロドーベル、3番手にはホーエーコスモス、もう縦長の展開です。あとは3馬身切れて1番のゴーイング鈴鹿、前から4番手の位置取り、あとはミッドナイトベッド5番手、その後ろ TM 大嵐、エアグルーヴ、さらにはステイゴールド中段です。メジロブライトも中段のインコースに上がって、サンライズフラッグ優勢トップラン、後ろから2投目がシルクジャスティス、最後方はローゼンカバリーです。早くも先頭サイレンス鈴鹿は3コーナーに入りました。リードが7、8馬身10馬身ぐらいありますか。あと2番手にはメジロドーベル、メジロドーベルが2番手、3番手にホーエーコスモス、800を切りました。あと4番手 TM 大嵐、内にはゴーイング鈴鹿5番手、それからステイゴールド早めに動いていった、ミッドナイトベッド、まだエアグルーヴ中段のインコース、じわっとサンライズフラッグ優勢トップラン、メジロブライトシルクジャスティス、後ろのグループ600を通過、最後方ローゼンカバリー、先頭はサイレンス鈴鹿、リードがまだ4馬身から5馬身で第4コーナーのカーブ、2番手には TM 大嵐、第4コーナーから直線、外からはステイゴールド、ステイゴールド、さあサイレンス鈴鹿のリードが詰まってきた、外からステイゴールド、ステイゴールド、あとサンライズフラッグ、サンライズフラッグ、ちょっとエアグルーヴ伸びない、シルクジャスティス追い込んできた、さあ先頭サンライズフラッグか、しかし内からサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿、あと先頭ステイゴールド、ステイゴールド、外からエアグルーヴ、外からエアグルーヴ、さあサイレンス鈴鹿、エアグルーヴ、ステイゴールド、サイレンス鈴鹿だ、先頭合理、逃げ切りました。しかし審議、この競争は審議です。サイレンス鈴鹿押し切りましたが審議、2分11秒9。